はい、で2020年1月18日本日は韓国イクサン市が地域経済活性化のためにブロックチェーンベースのイクサンオーイサ、イクサン大佐の地域通貨リリースのニュースを紹介します。というのが、韓国イクサン市が17日市役所で議長や大学生サポーターなんかが参加した中で、この地域通貨大佐オーイサをリリース記念イベントを行ったんですけど、日本語表記で言うとこんな感じですよね。漢字で言うと多い。E はそのまま英語の E ですね。多いさ、大さ、まあダジャレじゃないですけど、これはイクサンの市民対象の公募で決めた地域通貨の正式名称でして、要はこれ、使えば使うほど地域通貨が活性化されて、イクサンの市自体も利益が大きくなる。皆さんが、市民全体がっていう対しての意味を込めて名称を名付けたそうなんですけど、まあそのままそうですよね。大いさ、いいさ、大さ。まあまあまあ、日本語でもそんな感じでね、ダジャレじゃないですけど、そんな感じで名付けていったんですけど、一番注目して言及していくのが、やはり韓国テレコムの KT が、これ初めてじゃないんですけど、ブロックチェーンベースの地域通貨プラットフォームを信用して運用していくんですよ。で、今回のこのイクサンの地域通貨発行額規模に関しては日本円換算で10億億円ほど。で、一応不正防止のために充電式のプリペイドカードで発行していくんですって。で、利用方法に関しては本人名義の銀行口座、まあ韓国内ですね、にあるか、それか14歳以上のイクサン市民ってことですね。であれば Google Play や Apple Store のモバイルアプリインストールした後にカード申請や口座登録なんかを終わらして3日以内ぐらいにこのプリペイドカードを受け取れますよと。さらに韓国の花銀行やイクサン市内の連携銀行の窓口でも申請できます。で、利用方法に関してはクレカ端末があるカード決済可能なイクサン市のお店店舗なんかに関して使用できますと。ただ商店街とかそこら辺の地域活性化っていう、まあ一応導入の趣旨に合うように対して、デパートとかモールとか、まあね、夜ではないですけど、そんなところのね、風俗店なんかに関するところは使用が制限されていますよ。要は商工会議所とか、ああいうところをね、活性化させたいから、できるだけそっちの方で使ってくださいという趣旨ですよね。まあ、それに伴って、イクサン市がこれ、リリース記念としまして、2月の末までにチャージ金額の 10% を追加支給、インセンティブ方式を導入していまして、例えば韓国ウォン換算で10万ウォンをチャージしていくと、1万ウォンを追加で受け取る方式ですよと。でかいはでかいですよね。日本円換算にすると1万円いくと1000円もらえるってことですもんね。で、3月も 5% のインセンティブを支給していきますと。これ、イクサンに関しては先月にブロックチェーンベースの地域通貨発行というのも行っていまして、これがブロックチェーンベースのカード型の地域通貨で発行規模が日本円換算で300億円ほど。かなりの規模ですよね。やっぱり注目したのが KT がブロックチェーンベースで絡んどるというところ。まあ確かにね、現状ね、このプリペイドカード方式でちょっと遅いかなというところはありますけど、まあ、スマホにそのままインストールしたまま行えるという風になっていくでしょうね。結構韓国このマイナーなところ、あえてマイナーって言ったらイクサンに怒られたらこの野郎ってところですけど、こんな感じの地域通貨って結構やっとるんですよ。特にブロックチェーンベースの。だから注目してこういうニュースを拾ってくるんですよ。ブロックチェーンベースの記事を見るようにアンテナ張ってなかったら多分引っかからんでしょうね。あ、地域通貨発行するんだぐらいで多分スルーしちゃうと思うんですけど、なんでここら辺の不正利用とかに関するとかクリアしていけば、本当にスマホかざすだけ生体認証も連動して、でゆくゆくはね、韓国の市だけじゃなくて全体的にもう韓国自体で使えるとか、最終的には世界的にとかいうふうには多分考えて計画なんかしてるでしょうね。世界的に見てもこのブロックチェーンベースにしてある地域通貨って地味に少ないですよね。さあ、もちろんこのカード自体のチャージとか全てを何トランザクション残しとるかって言われたらね、まあ、そこまではちょっとそこまでお客さんっていうふうにね、規模ですけど、まあ、これが少しずつこけずにいいきっかけになってブロックチェーン関連の技術開発につなげていけばいいんじゃないかなというところで言及したんですよね。正直これぐらいじゃまだまだ規模的にもでかくないですし、信頼と保証の担保性っていう意味でなかなか世界的にも知られんし、利用されにくいっていうとか、どうしても地域通貨とかステーブルコインとか全部同じくくりでまとめちゃうと、やっぱり発行側の権威性と保証性とそこら辺の担保に関するところ、全ての信用が得られんとなかなか流通されにくい、使用されにくいってことですもんね。結構こけてきとるのが多いんですよね、これね。あとか曖昧なままとか、ポシャってく消えてくっていうのが中で、地味に地味に韓国ここら辺頑張っとるんで、私的には非常にね、興味持って見とるんですよ。日本でいうとファミマの T ポイントとかローソンとか、あの手のね、セブンとかあたりが
ブロックチェーンベースで導入してても完全自動、利用者側が意識することなくもトランザクションが書き込まれとるっていうレベルまで多分まあ行くと理想かなとこそはね、まあ、まだまだ先は長いんですけど、まあ、私的にはこんな感じでね、注目して見てますことで、めっちゃマイナーな話なんですけど、ということで。はい、ということでそんな感じで本日は韓国イクサン市が地域経済活性化のためにブロックチェーンベースのチャージ型の地域通貨ダイサ、オイサをリリースに関するニュースでしたということで、そんな感じで終わり。